常にすでに、あるいは、常に、すでにとは、文学理論や現代思想の言説において、頻繁に用いられる二重複詞である。英語では、しばしばハイフンを伴って、always already とも記される。マルティン・ハイデッカーいつからと確定できる始まりなしに、続いている行為や状態に対する就職後。判事的な先行性を言い表し、さらには、あらかじめ所与とされている。 自明性について言及する場合に使われ、ひいては期限が忘却された規定性の意味ともなる。精神分析用語で言う、自語性にも結びつけられる。また、何かあることが存在するときには共に、別の何かが正規してしまっているという等根源的な狂気性、すなわち、ある辞書を構成する根源が、複数並存して、どれか先行する一つへは還元できないような、 多言論的同時性を強調する国としても用いられる。常に、すでにの典型的な使用例としては、ポールリクールの物語論に登場する次のような文章がある。人間の行動は物語として記述することが可能であるが、行動は常に、すでに、記号、規則、基準において象徴的に媒介されているからである。常に、すでに、 という表現を支える一つの中心的考えには、時間軸上のある時点における出来事が一び、達成されると、その時点より、前の時点は透明になり、不確かになる、あるいは思考不可能になってしまう、ということがある。例えば、ある人が、ウィリアム・シェイクスピアの、ハムレットを初めて読み終えた後、その人は、常にすでに、ハムレットを読み終えていたのであり、その人が、 ハムレットを読む以前の時間は今や過ぎ去ったあるいはすでに過ぎ去っていたということができる。この例からよく用いられる次のような拡張的用法も導かれる。すなわち我々が生きる近代社会においてハムレットを常にすでに独了しているということは現代的知性の本性である。同様に近代の主体は 常にすでに一つの言語を習得しているので、ある意味において、全言語的な主体の存在を考えることは、不可能である、とも言える。常に、すでに、という語句は、哲学者、マルティン・ハイデッカーに由来し、人間のひなげ性、すなわち、現存在は、世界内存在としてあるという思想を表現する、用語法である。存在論上、何であるかはさておき何かがあるという、 現実性に基づき、その機材性に関わる。ハイデッカーの用いた述語、概念、理論は現代思想においてマルクス主義以上に重要な位置を占めている。1960年代以降、マルクス主義は批評理論における影響力を失っていったが、この常にすでには文学理論、解釈学、脱構築、ポスト構造主義において、 頻繁に用いられ、ハイデッカー以降のフランス現代思想。例えば、ジャック・デリダの、痕跡という実語にも、その影響は見られる、いける現在は、常にすでに一つの痕跡である。常に、すでにに当たるドイツ語、イマーショーンや、受賞は、哲学に限らず、前からずっと、いつももう、その度に、これまでというほどの意味で普通に使用される。早くは、イマヌエル・カントの、 純粋理性批判中、純粋理性の古竜推理についてにもイエなダーツァイト、ショーンという表現が見られ、いかなる場合にもすでにとか、もともと常に等と,と翻訳されてきたが、これに、常に、すでに、という日本語を当てた例もある。常に、すでに、という表現は、カール・マルクスが、資本の性質を説明する際に用いられており、その後、ハイデッカーの影響によって広められた。存在と、 時間での常にすでには、カントにおけるアプリよりのハイデッカー的な言い換えだが、論理構造より時間性に重心を移した語感が込められている。ハイデッカーの死であった現象学者、エトムントフッサールも晩年、あらゆる実践のための地盤となる生活世界の概念をヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学で提起した際は、常にすでに、 イマーショーンで生活世界を形容したが、この生活世界はアプリオリと結びつけられていた。ドイツ語、イマーショーンはフランス語では、トゥジュールデジ・デチャと直訳され、この表現は、モーリス・ブランショの著作の多くでも、中心的な扱いを受けている。ブランショは、ハイデッカーによるヘルダーリンの試作における、良きの分析を批判し、ステファヌ・マラルメの作品を論じている。ブランショは、 ジャック・デリーガにも影響を与えている。他、ミシェル・フーコーの言葉ともの、第9章第6節、期限の交代と回帰は、ハイデッカー、存在と時間の常に、すでにに対する批判的仲介としても読める。ありがとうございます。